これは旧那覇バナナ園さんがハワイのクックバナナ苗として販売していたものです。まあこれでやっと片付けが終わる感じがしますので、親株の古い芋から出てきた最終苗だろうと思います。したがって出品は、東方からの出品としてはこれは最後のクックバナナになると思いますね。これは路地植えすると環境次第ではとてつもなく大きなバナナ苗になるので、まあ鉢植え栽培ではなかなか難しいだろうと思うんですがね、まあ本年と来年ぐらいは鉢植え栽培でいけると思いますがね、もし越冬させることができて3年目に入る時には路地植えした方がいいだろうと思うんですがね、まあ本年だけでしたらね、綺麗な鉢にこのまま植栽して、そうして室内管理でもいけるとは思いますね。味覚はですね、まあ合掌バナナの果実を食べたことがある人はそんな程度だと思ったらよろしいでしょう。極上美味というバナナではないと私は思っていますがね、ただ珍しいですからね、ハワイでどう育っているのか私には分かりませんし、沖縄でも見上げるようなバナナ草子でしたから、環境次第では見栄えのするバナナ苗であることには違いありませんけれどもね。